MLB ・ ML 翔平・大谷連続2打席で敬遠される今シーズン初の1試合2度の敬遠を受け敵地で異例のブーイングに遭遇エンゼルス16ブルージェイズ日本時間30日トロント大谷翔平選手は29日日本時間30日敵地トロントで行われたブルージェイズ戦に2番指名打者として先発しましたが 5回と6回の2打席連続で申告敬遠を受けましたこの状況に敵地はざわめきました一部のファンからは異例のブーイングが巻き起こりました試合は両軍とも得点を挙げられず5回に1試でランナーが2塁に進出していました大谷翔平選手が打席に入るとブルージェイズの首脳陣は迷わず申告敬遠を指示しましたそして6回には2試の場面で1塁と3塁にランナーを置いても彼と対戦を避け リーグで最も多い64四球となりました敬遠の回数もリーグ2位の11回に達しました3回の先頭打者で大谷翔平選手は右腕のマノア投手から低めのシンカーを中堅方向に打ちました打球の速度は113.6マイル約182.8キロでしたが彼は悠々とスライディングして2塁ベースに到達しました1死後ウォード選手が右飛びを打ち 大谷翔平選手は3塁まで進みましたが、得点には結びつきませんでした。前日の28日、日本時間29日の同じ対戦で、大谷翔平選手は初回に前日から3打席連続となる39号の右越えソロホームランを打ちました。6回には左前に打球を運び、今シーズン30回目の複数安打を達成しましたが、9回の得点機会で代打として交代させられました。 ネビン監督は代打交代の理由について両ふくらはぎのけいれんと公表していました試合は1対6で負けてしまい大谷選手は2打数1安打2支球1支球で打率は302となりましたチームは2連敗でワイルドカード進出圏内との差は5ゲームに広がってしまいました追加情報1試合における敬遠支球が2打席あるのは通算で5回目になります これまでの4回は全て2021年に起きたものでしたそのうち2回目の9月22日にも今回と同じく2打席連続での敬遠がありましたがその時は7回裏と10回裏に起きた延長戦の中での出来事でした相手チームはヒューストン・アストロズでした大谷選手と勝負してほしい気持ちもありますが結局は勝利のためなら仕方ない部分もありますね連続申告敬遠は名誉なことだと思います それだけ相手チームが大谷選手の実力を認めている証拠ですからただホームランの数を伸ばすのはなかなか難しいようですね敬遠されることで打席数が減る影響もあるでしょうそれでもこれからも大谷選手が素晴らしい記録を残してくれることを期待していますファンは試合の勝敗だけでなく大谷選手の打席を楽しみにしているでしょうプロ選手であれば2打席連続して勝負を避けるのは ルール上はありかもしれませんが実際にやるべきではありませんファンが存在して初めてプロの存在意義があるわけですから見たいものを見せてくれなければファンはがっかりしてしまいますよ同じ打者に対して使える申告敬遠の回数は1試合に1回などと制限した方が良いのかもしれませんねもともと申告敬遠なんて制度自体が存在しなかったのですからそれで10分なのではないでしょうか 大谷選手への連続申告敬遠とファンの反応を考慮して、ぜひ検討してほしいと思います。WBC からの休みなしで、投打において素晴らしい活躍を見せる大谷選手にはさすがの一言です。ダブルヘッダーの2試合目でホームランを打った後背中周りを痛めたようですが、それでも次の日の試合にも出場しました。その次の次試合では 再びホームランを打った後には両足のふくらはぎ周りが痙攣してしまったようです検査を受けると説明にあったが、まさかその翌日にまた出場すするなんて驚きですね。それでも彼は二塁打を打ち速い走塁を見せてその後の後期には二度も連続して深刻敬遠をされてしまいました足元にデッドボールを受けてもにこやかに対応する姿を見て本当に彼は生身の人間なのかと思わず驚くほど 信じらられないいいほど素晴らしい体を持っていますもちろん彼の出場は本人の意思であり全力プレーを続けていることは当然のことでしょうがそれでも心配になるほど彼はチームの勝利に燃えているようです私たちファンとしてはただただ大谷選手が怪我をせずにシーズンを無事に過ごすことを願うばかりでテレビ観戦しかできないけれど精一杯応援していきたいです監督の立場になってて自分を置き換えても 彼の判断が理解できます。大谷選手が本当に異常なくらいすごいからですね。特にレフト側のホームランが多いのは、相手投手の球筋をギリギリまで見極めて打っているからだろうと思うと、彼は相手からしたらまさに悪魔的存在ですね。もちろん、私たちは記録を見たい気持ちもありますが、打者がヒットやホームランを打つのも仕事であり、ピッチャーが打者を打ち取るのも仕事ですし、監督が勝利のために策を練るのも仕事です。 それぞれぞがプロフェッショナルとししてての役割を果たしているんですね現在の打線は大谷選手離脱が確実なウォード選手そしてレンフロー選手以外は昨年までマイナーリーグにいたかメジャーリーグでも控え選手だった選手ばかりですそのため打撃力に欠けているのは当然のことであり嘆いても仕方ないですねモニアック選手やキャベッジ選手は才能豊かですが まままだまだ経験が足りりない部分もあります本来のエンゼルスの打線はウォード選手から始まりトラウト選手大谷選手レンドン選手デュルーリー選手レンフロー選手ウルシェラ選手オホッピー選手ネト選手というリーグ屈指の得点力が揃っていました大谷選手とレンフロー選手しか残っていない状況でもまだ貯金さんがあるというのは驚異的な成績ですね むしろ褒められるべき偉業ですヒンダを嘆いてストレスをためるよりもレギュラー9人中7人が欠く前代未聞の事態に耐えながら奇跡的に粘り強く戦っているチームを素直に応援する方が楽しいですね。冗談抜きで負けてて当当たり前のの悲惨ななチーム状況なのに本当に本く耐えいいると思いますメジャーリーグはもっとエンターテインメント性を重視してある程度勝負をしていると思っていたけれど。 日本の野球以上に逃げる姿勢を見せているんだなと驚きましたこんなに露骨に避けるとは思っていませんでした観客がいることを忘れていないかプロの試合なんだぞアマチュアじゃないんだからプロは見せることも忘れてはいけないんだよブルージェイズはエンゼルスに比べてポストシーズン進出が有力なチームですねトラウトがいない現時点では得点圏にランナーがいる場面では大谷を敬遠することで失点を防ぐ確率が高まるため 申告敬遠は予想されたことでしょう。敵地のスタンドで起きたブーイングがむなしく響きます。エンゼルスの他の打者が奮起して打たない限り、勝利を呼び込むことは難しいでしょう。しかし、今後、当面の対戦チームを見ると、ポストシーズンを諦めたと思われるメッツを除く他の対戦チームは、ポストシーズン進出の可能性を残していることが多く、残念ながら大谷への申告敬遠は避けられないでしょう。繰り返しになりますが、 大谷以外の打者が奮起しかつ投手陣の熱湯がない限りポストシーズン進出は遠のくばかりです9回の主審の判定もひどかったですねもしネビン監督がいたらまた激しく抗議していたでしょう結局この2試合で良かったのはジオリトとロペスの移籍コンビだけでしょうかバッターにも誰かを取ってこないと後ろのリリーフもつらいですねウォードが血を流して退場しているのに1本打ってやる気概も見られず サイズのリードにループバリアのリリーフらしくない投球ブルージェイズのリリーフと気持ちで負けてしまっています大谷が敬遠されると他の選手たちも三振状態に陥ってしまいますねこれ以上何回見せられたら良いのでしょうか大谷を敬遠する相手チームの気持ちも理解できますがメジャーらしい勝負をしてもらいたいですね警戒してまともなボールを投げなくても打たれる可能性は高いです何位を投げても打たれるとなると 投げる方も怖いでしょうね人間離れした大谷の活躍が日々の楽しみになっています。がんばれ、大谷。本日の試合はいろいろと最悪でしたね。ウォード選手への顔面支給に球審のめちゃくちゃなストライクゾーン球審はブルージェイズ寄りかと思われたがビシェット選手の守備妨害はきっちりと取りましたエンゼルスが得意とする下位打線の低打率バッターに逆転ホームランを打たれるとは。 試合の最後は大谷選手が見逃し三振をして、ブルージェイズファンによる手を振りバ、イバイのジェスチャーがありました。昨日を合わせると、5度の満塁のチャンスがありながら、ウォード選手の支給だけで1点しか取れませんでした。満塁で大谷選手までご一歩で、レンヒーフォ選手で切れるところを、昨日は満塁で大谷選手かと思いきや、コンディション不良で代打が出たこともありました。移籍組のジオリト選手とロペス選手が良かったのは本当に嬉しいですね。スイープを回避してほしいですね。 ループが出てきた時点で私も負けたと思いました。ループはいつも点を取られてしまいますね。バッターたちもなかなかタイムリーヒットが打てないですね。残塁数がとても多いです。満塁のチャンスが3度ありそれらのうちウォード選手の顔面にデッドボールで取った1点だけとは打撃陣はブルンブルンと振り回すばかりかまたはギリギリのコースを見逃し三振してしまうこともあります。ストライクかかかボールわかからないときは ファウルにしてフォアボールを選んだり良い球を待って打つ選手もいますやはり強いチームや良いバッターたちはチャンスの場面でそうしたプレーをしてタイムリーヒットを打っているんですね1死で走者が2塁にいる場面や2死で走者が1と3塁にいる場面では仕方ない部分もありますねリーグ終盤戦になるとチャンスでなくても深刻敬遠することがたまにありますし勝負してもほぼ死球に持ち込んでの勝負が増えますね今後は本塁だけでなく、 打点ももかかなり伸び悩むかもしれませんね後の打順において大谷選手を敬遠できないような打者が必要だということですね確かに他チームへ移籍すれば記録が伸びる可能性もあるでしょうがそれよりもエンゼルスのために貢献したいという気持ちが強そうな大谷選手にはより敬意を感じます大谷選手のけいの影響はそれほど心配されなさそうですね。二塁打でで全力しししていたたので安心しました 今日は2度も深刻敬遠されてバットを振る機会が少なかったので、消耗も少ないでしょう。明日の試合でもスタメンで活躍を期待しています。ワイルドカード争いは一戦一戦勝利を重ねて掴み取るしかありませんね。残り57試合で34勝あたりがボーダーラインとなるでしょう。ウォード選手の怪我が心配ですが、1日でも早くトラウト選手の復帰を願っています。ワイルドカード争いは一戦一戦勝利を重ねて掴み取るしかありませんね。 残り57試合で34勝あたりがボーダーラインとなるでしょう。ウォード選手の怪我が心配ですが、1日でも早くトラウト選手の復帰を願っています。けいが大事に至らず、今日も大谷選手が出場してくれて、本当にありがとう。ただ、申告敬遠は戦略的な判断ですから、大谷選手の前後の活躍次第では仕方がありませんね。でも大谷選手は1打席1打席を大切に楽しんで臨んでくれることでしょうから。 楽しみです他の選手たちも奮起してくれることを期待しますエンゼルスの弱さの原因の一つは細かい攻撃が苦手ということですね下位打者や長打力のない打者たちまで大谷のようにバットを振り回すような打撃をしているようですその証拠が三振の多さです